月一コーナー企画、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団のコーナーです。岡山香川で頑張る企業をご紹介します。今回ご紹介するのは菊池酒造です。菊池酒造さんといえば、はい、三千という日本酒が有名ですよね。はい、まあ、実はですね、岡山県の中でも、この玉島浅口郡が一番酒どころなんです。我が社の由来の三千というのも、はい、数多い酒の中で一段とこう光り輝くようないい酒にしたいということで三千とつけたらしいです。そういう思いが込められた、ね、日本酒の名前、はい、だったんですね。ま、はい、もなくお酒作りが始まる工場内にお邪魔しました。こちらの貯蔵タンクは冷蔵の機能も持ち合わせているそうです。というのも昔はお酒というのは香りより味重視だったんです。で最近は、はい、まあ、ワインのせいもあるかも分かりませんけれども、香りと味という2つのね局面を持ったそういう割と思考の変化いうのが最近は顕著になって、しかも酒造技術が昔と比べてもう格段に上がってきましたんで、そういう香りも素晴らしい香りをこう消費者の方にお届けできるいうような体制がねだんだんとできてきました。じゃあもうこのタンクもそういうわけですよね。そうですね、ね、そういうつもりでまあ導入して。菊池酒造では他の蔵にはないユニークな取り組みが。当社はですね、もう20年以上前から、はい、酒造りの間に音楽流してるんです。これは音楽人の顔を持つ菊池社長のアイデア。平成8年当時に就任したのをきっかけに蔵の中でモーツァルトの音楽を流し、仕込んだ酒の酵母に聞かせているんだそうです。全然期待はしてなかったんですけれども、はい、酵母が分かるわけないと思ってたんですけど、もう酵母のね増殖がすごく活発になって、はい、その死滅率が非常に音楽聴いたら少ないというような結果も出まして、そのモーツァルト聴かせ出したから品質がぐっと良くなっていろんな賞にこう金賞もらうようになったというのが事実なんです。まさに驚くべき事実。お米と水と音楽のアンサンブルで生まれる菊池酒造のお酒、今年の新酒がますます楽しみ。うちの商品は三千というのがメインブランドなんですけど、実はもう一つ銘柄がありまして、奇跡のお酒というお酒があります。奇跡のお酒ですか。はい、これどういったものなんでしょう。9年前から取り組んだんですけど、うん、奇跡のリンゴで有名な木村明さんという方の提唱する無農薬無肥料作ったお米を使ったお酒です。木村式自然栽培は肥料や農薬除草剤を使わず、自然界の生態系が持つ物理的化学的生物的な相互の仕組みと働きを生かす栽培方法です。岡山県内でもこの栽培方法を実践されている方がいます。自然栽培にはどんな苦労があるのか、実行委員の米田さんにお話を伺いました。毎年自然相手なんで条件が違ってくるんで、よく田んぼを観察しながらやるのがちょっと難しいところですね。最初はやっぱりどうしても、あまり大きく1ヶ月ぐらい大きく育たないんですけど、稲、はい、自体が養分を求めて地中に根をこう張り出しますんで、はい、それでもう途中から一気にぐんと大きくなるような形になりますね。根がもう重要なんです。根が重要ということは、つまりその土地地面の力といいますか、もう相当地力、ね、地力、はい、地面の力の地力。そこで菊池社長が見せてくれたのが去年の稲のサンプル。背の高いお町を支える根は通常の3倍ぐらいあるそうです。いいね、そのお米がこの地元にありましたよね。そうです ね、米作りに向いてる土地柄だと、うん、いうことが言えると思います。そうですね、はい、そしてそのいいお米ができればいいお酒にも結びついて、ういう、ね、はい、ではその奇跡のお酒どんな味がするんでしょうか。うわ、いい香りしてますね。
出会っちゃいましたフルーティーですね。そうですね、日本酒の良さもあるんですけど、もちろんでもなんかちょっとワインとか、はい、そうですね、なんかそんな感じもして、はい、割とあの日本酒がね飲めない人でもこれなら飲めるいう人結構多いんですよ、はい、このお酒はワイングラスで美味しい日本酒アワード2018で最高金賞を受賞しました。続いては純米大吟醸、はい、40% 清白です。いただきます。ちょっとまたこういう感じで、はい、おあいい香り、香りがね立ちますね、はい、うわ前ちょっと違うでしょやっぱり。違いますまた違います、はい、よりなんかちょっとすっきりとしていて、ね、あの清白がやっぱり高いだけ、はい、最も雑味も少なくてなんか透明感といいますか、うまみが輝いてますね、うん、三千と、はいね、こちらのお酒は2017年のインターナショナルワインチャレンジでゴールドメダルを受賞しました。三千と奇跡のお酒を柱に個性ある酒造りを目指す菊池酒造、その良さを幅広く知ってもらうために毎年4月蔵開きを行っています。当日限定のお酒や酒蔵コンサートなどでにぎわいます。そして和食日本酒ブームに沸く海外に向けての販路拡大も行っています。もう中国がすごい今伸びてるんですけど、ええ、もう北京なんかね、はい、あの居酒屋さんというかそのカップの店行ったら、ええ、大抵サンゼがあるらしいんですよ。だから一番こう人気があるいうかよく見る銘柄だよと言われるんですけれども、でもヨーロッパの方はほとんどまだ飲まれてませんから、はい、言ってもね、で日本酒の価値を認めとるのはフランスとかいうあのソムリエなんかがこうたくさんおるところはすごい認めとるんですよ、ね、うん、だからそういうかところでまだまだ伸びしろが楽しみな、はい、ね、まあ製造をつかんでしょうね多分そうなったら。今後どのような展開をお考えになっているんでしょうか、うん、そうか言ってね、はい、うちはまあ海外で売っていうのももちろん大切なんですけれども、やっぱしこう一番求めとるのは、はい、やっぱり県内で岡山県内で飲んでいただいて、はい、喜んで飲んでいただいて、例えば岡山ちょっとあのよそのところへねお土産持っていくのは、はい、これは三条持っていこうとで向こうの方もこの美味しい酒を言ってから喜んでいただけるいうのが一番理想と思っているわけです。地元をこう大切にしたいという思いの根源っていうのはどういうところから湧き起こるんでしょう。やっぱりあのこっちへこう生まれて育ったとこですから、やっぱりあの玉島の人がこう地元の酒としてなんか誇りに持てるようなねものになったら一番いいなと思っているわけです。だからそのやっぱりみんながこう地域の人が育てるあのお酒というような感じでねなったらもうそれ最高ですね。菊池酒造は一言で言うとどんな企業でしょうか。一言で言うのは難しいんですけれどもまああの伝統は革新の連続であると言われてますけれども、やっぱりもう次々毎年いいものを目指してあの改良していって、やっぱり伝統というのを一番大切にしたいんで、やっぱり伝統を未来に伝えるということだと思います、はい、菊池酒造の感性豊かな奇跡の酒造りに感激しました。最後にメッセージをお願いします。はい、これからもいいお酒を作って皆さんに喜んでいただけます。応援よろしくお願いします。菊池社長のお酒に対する熱い思いっていうのがすごく伝わってきました。本当に、ね、地元の誇りですね、ユニークな取り組みもされてますしね、はい、蔵開きもねいつもにぎわうそうですよ、菊池酒造は倉敷市玉島にあります。菊池酒造は来年創業140年を迎えます。ぜひホームページもチェックしてみてください。さあそしてこの瀬戸内企業応援団のオフィシャルサイトにも本日のムービーをアップいたしますので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。以上月一コーナー企画、中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団のコーナーでした。